初演時のポスター、タイスは、ジュール・マスネが作曲した3幕7場の、序場劇と題されたオペラの一つ。有名な、タイスの瞑想曲は、バイオリンと還元楽のための感想曲であり、第2幕の場の間に演奏される。これはよく演奏される、コンサートピースの一つであり、他の様々な楽器のために編曲がなされている。 シビル・サンダーソン初演は1894年3月16日、パリのオペラ座である。主演はアメリカ合衆国のソプラノ歌手シビル・サンダーソンであり、彼女のためにマスネはタイトルロールを書いた。本作は初演のちに作曲者によって改訂され、1898年4月13日に同じ劇場で初演された。マノンとウェルテル以降のマスネ作品として、 タイスは最も上演されるオペラの一つである。タイスは1956年までパリオペラ座で700回近く上演されたが、本作においてマスネの音楽描写は円熟の域に達している。タイス役はマスネがシビル・サンダーソンのために書いたもう一人のヒロイン、エスクラルモンドと同様に歌うのが難しく、才能に恵まれた歌手のために用意されたものである。 現代の歌手には、キャロル・ネブレット、アンナモフォー、ビバリー・シルズ、レオンティン・プライス、ルネ・フレミング、エリザベス・フットラルが含まれる。アナトール・フランス・ルイ・ギャレ強権反対を主張する、アナトール・フランスの小説、マイ姫・ヒメ・ダイスを原作としている。リブレットは、ルイ・ギャレによってフランス語で脚本化された。ダイスは、ビザンチン帝国統治下のエジプトが舞台である。そこでは、 修道像、アタガエルがアレクサンドリアの高級娼婦でビーナスの信者であるタイスをキリスト教に改宗させよう試みるが、しかし彼の彼女へのこだわりが欲望に由来していることが後に露呈する。すなわち、高級娼婦の心の真の純潔が明らかにされるとき、宗教人の寂しい性質も明らかにされるのである。本作にはしばしば一種の宗教的なエロティシズムが、 内在すると書かれ、多くの物議を醸した。なお、原作の小説との大きな違いは、修道士パフニュスが、アタナエルに変更されている点と対すとアタナエルの、過去の経歴に関する記述が省略されている点、幕切れでアタナエルが、自らが醜い吸血鬼のような行走になっている、ことに気づいて驚愕するところが、慈悲を、と叫んで、 タイスの元に倒れるという結末に変更されている。また、原作で記述されているタイスの生い立ちでは、幼少の頃面倒を見てくれていたドレイアーメイスによって、キリスト教の洗礼を受けていた。シングルオブオペラ辞典によれば、ギャレの手腕は見事で、二人の主役の中心的状況を巧みに描いている。二人の精神は全く反対方向に進んで、生きながら、 すれ違いざまに一瞬、開口するのである。二人の魂が出会うオアシスの場面はまさにこの、作品の核となっている。また、このリブレットは、心理的かつ哲学的であるように意図されているため、動作の欠如が指摘されるという見解もある。マリア・クズネッツオは本作のイタリアでの初演は1903年、ミラノのテアトロ・リリコ・インテル・ナツィオナーレで、タイトルロールは、リナカ・バレリ,リ。 アタナイルはフランチェスコ・マリア・ボニーニである。アメリカ合衆国での初演は1907年11月25日にニューヨークのマンハッタン劇場にて行われた。配役はメアリー・ガーデン、シャルル・ダルモレス、モーリス・ルノーラ、指揮はカンパニーニであった。メアリー・ガーデンにとっては米国デビューとなった。イギリス初演は1911年7月18日に ロンドンのコベントガーデンドイヤルオペラハウスにて行われた。配役はエドビナ、ジリー、ダルメルラで、四季はパニッツァであった。本作は20世紀初頭にはアメリカでも人気があったが、メアリーガーデンとジェラルディン・ファーラーに追うところが多かった。他にマリア・イエリッツァ、マリア・クズネツオバ、アイノ・アクテ、リリア・ヌ・ベルトン、ニノン・バラン、ジェオリブエが含まれる。 ジェオリブエは1952年初めてホームオペラを録音した。日本初演は1921年に第2回ロシア歌劇団により帝国劇場にて行われた。法人による初演は1956年4月13日に藤原歌劇団によりケイホールにて行われた。式は街頭のコメディであった。マルティン・ファンメールによる1901年版の 小説へのイラストオリジナル版でマスネーは第3幕第2話にアタナエルが暗室で眠る誘惑の場面を含めたこの場面は改訂版では覗かれたオリジナル版の第1話が第2話になり新しい第1話が改訂版では加えられたさらに7ピースを含んだバレエの場面が第2幕の終わり近くに加えられたオリジナルの 誘惑の場面は今はオペラから派生したバレエ組曲として独自に演奏される。ジャン・フランソワ・デルマ・メアリー・ガーデンが演ずるタイス。ありがとうございます。